マルセル・シュメルツァーは、東ドイツ・ザクセン・アンハルト州マクデブルク出身のサッカー選手。ブンデスリーガ・ボルシア・ドルトムント所属。元ドイツ代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。ボルシア・ドルトムントの下部組織出身。2001年から2005年まで1、FC ・マクデブルクの下部組織に在籍していた。2005年に、ドルトムントの下部組織に入る。 2008年8月9日、DFB ポカールでのロートバイスエッセン戦でトップチームデビュー。翌週のバイエル・レバー空前戦で後半に途中出場し、これがリーグデビューとなった。長年左サイドバックのレギュラーはデデが務めていたが、2008から09シーズン頃からレギュラーをダッシュした。マッツ・フンベルスがバイエル・ミュン編ンへ移籍したことにより、2016から17、 チーズからキャプテンに就任した。2019から20シーズン5月31日の第29節パーダーボルン戦で約7年振りとなるゴールを決めた。U-21 ドイツ代表としては2009年3月に行われた U-21 ベラルーシ代表戦でデビュー。同年6月に行われた U-21 欧州選手権決勝。 U-21 イングランド代表戦では89分にメストエジルト交代で出場すると最後の5分間ピッチ上でプレーし優勝に貢献した。ドイツ A 代表としては2010年11月17日に行われたスウェーデン代表戦でデビューし、ユーロ2012では代表メンバーに招集されたが、ワールドカップ2014では代表から落選した。 国際 A マッチ16試合で得点、ありがとうございます。